協定フリーダムでは現在、協定で稼いでる方法を公開中。協定が好きな人も、協定を知らない人も、簡単に取り組める方法だよ。俺はもともとサラリーマンで、辛い日々を送ってたんだけど。その後、稼げる方法に出会い、人生が急上昇。俺と同じで、社畜から抜け出したい、脱サラしたい、稼ぎたい。そんな人のためにも、稼いでる方法を公開することに決めたんだ。詳細は動画の概要欄をチェックしてね。お疲れ様でした。お疲れ様です。3勝目が上がりました。 ありがとうございます。それでは早速レース振り返っていきましょう。進入が1、2、3、ダッシュ465、カナダ選手ここは2コースからですね。スタート今日の見え方はいかがでしたか？天井がちょっと思ってたよりちょっと遅かったんで、適当に早めていきました。コンマ10前後のスタートとなりまして、一幕刺していきます。この回っていく船足感触というのはいかがでしょう？もっと高さにバック伸びられるかなと思ったんですけど、出口の足が昨日よりちょっとスムーズかなという気がしますけど、直線というよりは回ってからのそのつながりというか出口の、そうですね、今はそうですけど、もう少しちょっと入り口が滑りがちなので、ちょっと少し乗りにくいんで、ちょっと、はい、捕まってたいですね。ちょっとかかりの部分というか。あ、そうですね、はい。後半10レース6号艇で再登場となりますが、そこに向けてはもうその部分を求めて。そうですね、はい。はい、それでは、後半に向けてファンの皆様にもう一言お願いします。後半も走ります。はい、それではカメラサインをお願いしましょう。カナダ選手の3つ目のカメラサインですね。黄色、緑ときて今日は赤色です。おっと、何かありましたか？いや、ポジショニングがあります。今日は真ん中で行きます。駆け終わったら最後ワンポーズもお願いします。はい、拍手。5レース1着カナダ選手でした。ありがとうございました。協定フリーダムでは現在、協定で稼いでる方法を公開中。協定が好きな人も、協定を知らない人も、簡単に取り組める方法だよ。俺はもともとサラリーマンで、辛い日々を送ってたんだけど。その後、稼げる方法に出会い、人生が急上昇。俺と同じで、社畜から抜け出したい、脱サラしたい、稼ぎたい。そんな人のためにも、稼いでる方法を公開することに決めたんだ。詳細は動画の概要欄をチェックしてね。